皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは札幌ラーメン桑の実さんです。南平岸駅近くに2017年にオープンしたラーメン店。豊富なメニューと温かい接客で常連さんに愛される地域密着型なお店です。黒醤油ラーメン880円。熱々の黒醤油のスープと縮れ麺がよく合い、アクセントのフライドオニオンが食欲をそそる人気ナンバーワンメニューです。いただきます。油で蓋をしたスープはとっても熱々で美味しい。コクがあるのにすっきりとした味わいで飲みやすいです。今まで飲んだスープの中でもかなり熱い方です。食べ始めてすぐに汗が出てきました。ほんのり甘みを感じるスープにフライドオニオンがいい味を出しています。大人が好きな味ですね。プリプリの中太縮れ麺はスープがよく絡み、やや固めな茹で加減で最高。チャーシューは優しめな味付けで少し甘みを感じました。スープと相性がいい感じ。具材はチャーシュー、メンマ、半熟の味玉、ネギ、フライドオニオン、ほうれん草、もやし、白ごま。もやしはかなりしっかりめに炒められています。メンマは細くて歯ごたえがいいタイプでした。味玉はトロトロ半熟スタイルです。チャーシューと同様少し甘い味がついています。卵はトロトロ、ネギはシャキシャキ、麺はプリプリ、フライドオニオンはサクサクと食感もすごく楽しめる一杯ですね。メニューはいっぱいあります。人気ナンバー2のコク塩ラーメン美味しそう。コク味噌や辛醤油、辛味噌、生姜ラーメン、野菜ラーメンなど毎日通っても飽きなそう。そして期間限定のラーメンが毎回バラエティに富んでいるそうなので、お店の SNS をぜひチェックしてみてください。お店はご夫婦で切り盛りされていて、常連さんとコミュニケーションを取りながらもテキパキとお仕事をされていました。お昼時にお店に到着して2組待ち、その後もずっと満席でした。こんなに繁盛店なのに、なんで私は今まで知らなかったんだろう。2023年3月現在、木曜日金曜日のみ夜営業があって、それ以外は昼のみなのでお気をつけください。ごちそうさまでした。地下鉄南北線南平岸駅から徒歩2分、駐車場は2台、席数はカウンターのみ7席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。